レディオクロス。バカはすぐプライドをなくす。こんばんは、矢作さんです。皆さんこんばんは、さくらあやるです。あれおかしいな、あれなんてねとかシンクロとかだってほらシンクロお二人じゃないとできない。シンクロもうやだこの番組。はい、そんなさくらさんが嫌なこの番組はプロダクション IG 制作のドラマ CD クワットクロスで早期をステレオ公演中、私矢作さゆりと嫌じゃないよ、カノン差し役を演じるさくらあやねがお届けするガールズクロストーク番組です。ガールズクロストーク番組なんですよ。そうだよ、さっきボーイズでしたよね。そんなことないよ、ガールズシンクロ番組。そっか、ならしょうがないですね。知ってた、今日で20回目なんだって。おー、あら20回ですよ。ほら、なに、もう半年、半年弱、5ヶ月、あ、もう1年やったぐらいの気持ちですけど。いや、私逆にまだなんか3日目ぐらいかなみたいな。本当に、はい、あら、そう、若いからね、なんか詰まってるんでしょうね、いろいろね。詰まってはないですけど。そんなさくらさん、はい、さくらさん、受験そろそろ、そろそろです、そろそろあれですよね、頑張るぞ。そろそろあれで、あれで、あれですよね。あれで、あれで、あれですね。そうですよね、ちょっと追い込みかけて。そうね、はい、でも今日さっさと終わらせて、さっさと書いて、さっさと勉強しよう、ね、あの収録時間は変わらないので。この前の打ち合わせをどっちかっていうと短くね。打ち合わせはいつも通り、いつも通りどれぐらいやりました、1時間ぐらいやった。打ち合わせ中に漫画読んでっからだよ。一番読んでてはしゃいでたのやはり違う。違う。では今日のあのザビーからの一言いきます。あやねる受験頑張るぞ。ちょっとやばい、やばい、笑い、笑い、笑い、キャラ、すいません、ちょっとキャラ、キャラ、あやねる受験頑張る、ちょっと忘れちゃった。ということでレディオクロス始まるよ。レディオクロス、どうもクワッドクロスの漫画は音読する方、早急セレ役のさゆりです。さゆりです。はい、クワッドクロスのバラエティの部活動特集を見て、あの号泣して親にドン引かれた方、カノン差し役のさくらです。意味がちょっとよくわからない。どういうこと、どういうこと。あるじゃないですか、あの、うん、ダーツして、あーダーツして日本全国何々の旅みたいなのあるじゃないですか。 あれでマーチングバンドかなんかの、あの部活動のこう ドキュメンタリーみたいなのの、あのバラエティを見てて、私ボロボロ泣いたんですよ。あー、やってたね。で、秋田かなんかのやつ、ご飯食べながら本当にうってなって、うっってなって、で親に、親ね、ほぼあれはうちも妹と見てて、2人で ティッシュいるって感じで。あ、じゃあ仲間じゃないですか。そうです、朝にしましょう。よかった、全然問題ないですね。そうですね、ちょっと誇りを持ってね、あれしようと思いますよ。はい、ね、よかったっす。ちょっとあの、はい、あのおばさん肩が痛くなっちゃうんでね、了承してくださいね。はい、なんだっけ、あ、クワッドクロスの、はい、あ、ここで、お、皆さんにニュースが、トピックが、久々のトピックがございます。クワッドクロス第2巻、まあ、メインになる、前回はね、タソが、ルカ・リラが、パタって眠ってね、彼女の話を解決しましたが、はい、今回はですね、鏡のお話となっております。イエイ、伊勢さん、はい、伊勢が大活躍です。大活躍です。まだ撮ってないけどね。撮ってないけどね。そうですね、うーん、ちょっとね、あのね、うん、それ以外にね、
出せる情報がない。おう。はい。ということで、皆さんぜひぜひ見てください。はい、見てくださいじゃない、聞いてください。さてと、ではでは、こちらがレンレンさんからいただきました。ありがとうございます。おはぎゃやでる、こんにちは。こんにちは。この前友達と大学の近くに新しくできたカレー屋さんに行ったのですが、うん、そこのカレーがとんでもなく甘口で、辛口好きの僕にはとてもカレーには思えませんでした。うん、まあとはいえカレーの味はお店によって違いますからしょうがないんですが、二人は辛いもの好きですか？うん、辛いものでクロストークしてください。お好きですね。私は辛いの大好き。タバスコとか、うん、唐辛子、一味唐辛子とか、すごいシャーってシャーってする方。カレーも辛口じゃないと食べた気がしないね。甘口ってあれでしょ、なんか王子様カレーみたいなやつでしょ。あ、そう、唐揚げもね、いつもあそうだ、レッド買ってくるよ。カレーもダメだよね全然。私コンビニのカレー、うん、なんかこうチンするカレーとか絶対食べれないですもん。うん、辛いよ。辛くないよね。めちゃくちゃ辛いっす。そう、やばいっすあれ。私マジでうってなって、うん、美味しいからあそこのカレーはおすすめだよって言われて、あ、そうなんだって言って買ってみて、うん、なんかじっくりコトコト煮込んだカレーみたいな感じので、うん、ご飯もセットになってて、で、あ、そうなんだ、美味しそうと思って食べたら、うん、あ、私もうこれダメだ、いらないって。うん、それぐらい。それぐらい、それぐらい、それぐらいダメだ。ダメです。うん、普通のカレーの甘口でもさらに牛乳足したりしますもん。チョコレートとか溶かすといいんじゃないの。え、カレーに、うん、隠し味的な。あとこれリンゴ吸ったり蜂蜜入れると甘くなるよ。リンゴ吸ってるのはいいですね、うん、体にも。じゃあ次いきます。ロブスターさん、はい、おはぎあやねるクロー ス, ロース2月14日放送で、うん、さくらさんが矢作さんに告白して玉砕という出来事がありましたが、うん、お二人にとって理想の告白ってどんなのですか？僕は校舎裏に呼び出されたら財布を用意してしまいます。かわいそう、自信持って。いやでも校舎裏って言ったらそうだよね。校舎裏って言ったらお前ちょっとジャンプしてみろよ。バッチかーい。違うよ。違うね。違う。使いどころ違う。校舎裏来いよ。バッチかーい。お前バカにしてんだろ。バッチかーい。バッチこいバカにしてんだろ。違うよ。そうじゃないよ。違うんですか。うん、ちょジャンプしてみろよって言われて、うん、ピョンって言ってチャリーンっつったら出せよってなるよ。え、ね、ちょっとなるよ。なるよって確定的な。そうなるらしいよ。ジャンプしてチャリーンってどういうこと。チャリーンってポケット金出せよみたいになって、こう左遷もないっす。つってで、まだあるんでしょ、ちょっとジャンプしてみなよつって、はいっつってピョンつって、ポッケツポ、あ、ケツ、あれ入ってたりして、チャリーンとかってさ、チャリーンとかだったら出すよって言われて、これで全部ですって言って、っていうね。そうとかね、そうだよね、そう思っちゃうよね、怖い怖い。いやいやいや、ちょっとこれ期待、ね、だからこう、下駄箱にこう手紙が入っててみたいのいいじゃないですか。でもそれでさ、下駄箱に入ってた手紙臭くなってたらどうすんの。夢も希望もないじゃない。いや違う、だからあれ、いやもらう方としては、いや私の下駄箱は臭くないよ。臭くないけど私の下駄箱はフローラルだけれども、でもほらなんか問題ないじゃないですか。でそう、そうだね。そうだね。ほら問題ないじゃないですか。自分のだもんね。はい、うん、もういいんじゃないですか。そっか、でもそれにさ、どうする、果たし状とか書いてあったらさ、え、だから、ツンデレなんですよ。ツンデレ。そうなの。果たし状って書いておいて、うん、こう、実際ビクビクしながら行ったら、うん、なんか、我が輩とお付き合いしてほしいでござるみたいな。いや、私我が輩っていう男と付き合いたくない。我が輩だよな。ちょっと我が輩はごめんでござる。嫌でござる。わしとお付き合いしてくださそうろう。なんで私に来る人全部年配系。果たし状だから同年代来ないかな。果たし状だから、うん、そっか、もしくは同年代のタイムスリップしてきた、うん、こう時代の、うん、人みたいな。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 人とか。なるほど、ね。そしたらもう一気に綾瀬はるかですよ。ああ、なるほどね。ね、素敵なロマンスの始まりじゃないですか。あら。あら、そう、それを私に押し付けるの。あなたがやればいいじゃない。なんもね、
の私がどうやる、私が私上矢作さんの気がするのになんであんた私に告白しようとしてんのよ一回振られたでしょ、失敗と嫌われるわよ初めての告白は大切にしたいんですそれ以外告白はたくさんのお便りありがとうございました、はい、私たちがクロストークできそうなお便りまだまだお待ちしております。クロスジェネレーション、このコーナーではジェネレーションギャップがある私たち2人のジェネレーションをクロスさせるべくリスナーの皆さんからテーマを送ってもらいます、はい、というわけで前回はお札について勉強しました、はい、まあ、勉強になったよね、勉強になりましたよね、真面目に。あれからトベちゃんとはどうですか、トベちゃんあー入ってない、いやだってトベちゃんも超レアじゃん、あんまり会わないよね、あ、まあ、確かに結構なんか忙しい、うん、夏目くんとは会ってる、あ、夏目くんもなんか引きこもりがちで夏目くんとも会ってない、今原稿書いてると思うんですよね、あーそうか、私も全然会えてないんだよね、なんかすごいすごい猫と一緒にいるから、そっか、なんか多分猫関連の、書籍を、忙しそうだよね、原稿書いてるんだと思います、そうだね、まあ、じゃあちょっと会えたらお互い連絡を、あ、そうですね、うん、はい、とっちゃおきま、はい最後までやらせてください時間ないからさ、サクサクいかないと、はい、読みます、なおさんからいただきました、はい、矢作さん、あやねる、こんにちは、こんにちは、今日はちょっとお二人にお聞きしたいことがあってメールしました、はい、番組内で毎回のようにカルチャーショック的な扱いで、あやねるが、うん、え、〇〇って何ですかみたいなことを言うと、うんうん、このネタ10代に通じないんだなみたいな空気が流れるんですけど、うんうん、あれただアヤネルが知らないんじゃないですかなんでこんちょっと喧嘩をしたの、私のこと嫌いなの、でもね、これは確かにそうかも、今中学3年の私は、うん、あ、中学3年ちっちゃいセーラームーン全部言えますし、お年玉だって全部合わせても、もらえて3万円です。夏目漱石も2000円札も使ったことありますよ。最初は私の知識がずれてるのかと思ってたんですが、最近は、これただ単にアヤネルが知らないだけなんじゃ、としか思えないです。なんつすれてるの？いや、でも、これは多分、まあ、皆さんお分かりの通り、さくらさんすごくお嬢様なんで。もうやめなさいよ、一般の。あ、ね、そういうことを、矢作さんが、公共の、電波ネット、うん、この、なんか、多分 ADSL とか返して、あれすると、みんな信じちゃうから。でも、実際問題、うちとさくらんち比べたら、どう考えても、上流階級ですよね。そう、ほんとそんなことない。うち言っとくけど、そんなことないですよ。中流階級よりちょい下の家庭だから、君、私から見たらめっちゃ上流階級の人だからね。いや、だからさくらさんはもうちょっとやっぱ一般の人と同じぐらい、もうちょっとお勉強が、あれだ、カテゴリーセレブ的な意味だよ。過去笑い的な意味だから。カテゴリーセレブね、はい、もう。なんちょっと、はい、言い訳とかさせてもらえないんだ。ジョセフさん。はい。矢作さん、やねる、こんばんは。こんばんは。年齢的に私はちょうどお二人の間の世代だと思うのですが、お二人は、練り消しや、匂い玉、臭い玉、臭い玉、匂い玉、匂い玉って知ってますか、うん、前にバトエンの話が出ていたのですが、練り消しとかも小学生の時に相当はやりましたよ、相当流行りましたよね、みんなで集めて交換したりしてたのがとても懐かしいです、あやねるの世代では聞いたことすらないかもしれませんね、ね、知ってますよ、練り消し。懐かしい。練り消し。コーラ味のとか。そうだとか。あった。みんなでちょっとずつ切って交換したり。はい、匂い玉は、小学校の名札の中に。匂い玉って何ですか？匂い玉は、なんて説明したらいいんだろう。米粒！米粒！匂いのついた米粒だと思えばいい。コロン？コロンとかそんなんじゃない。コロンじゃない。子供のおもちゃだから、こんぐらいの、もう米粒みたいな形した、うんうんうん、プラスチックだかゴムだかの製品に匂いがついてるの。あ、でも、なんか こういう系統のあれだと、私、なんか、学校のガラスに、ボンドをみんなで、にゃーって出して、これぐらいの塊を作るんですよ。ボンドこう、で、それを固めて、そうすると、剥がれるんですよ。トゥルって。で、それを剥がして、そこにみんなで色つけたりとか、して、
遊ぶっていうのが流行ってて、あとビーズ入れたりとか、そういうことをやってて、でこの間部屋を整理してたらそれ出てきたんですよ。作ったやつが、作ったやつが小学校1年2年とかの時に作ったやつが出てきて、めっちゃくっさいんすよ。くっそくっさいんすよ。え、じゃあ年月が経って臭くなっちゃったってこと？多分だって、もともとはボンドですから、あれ良くない、まああんまり良くはないものじゃないですか多分、まあ、ですよね。だからちょっと、あ、懐かしいと思って変えたら、うわ、くっそーみたいな。なんで変えちゃったのそれを。気になるじゃないですか。ちょっと、あの、時代の香りを感じてみようと思って。時代の香りね。はい、と思ったんですよ。終わりたい。私も、もう変なこと言った？次が、はい、ラメ、つけすぎ引くわーさんからいただきました。二、はい、人のジェネレーションギャップといえば、やはり流行語ではないでしょうか。流行の最先端である女子高生のさくらさんも、矢作さんが女子高生だった当時の流行語については知らなかったりするかもしれませんよ。いや、私だって流行の最先端知ってるわ。というわけで、はい、流行語をいくつかね、はい、ピックアップしてみたんですけど、ここ、はい、ありますけども、まずこの1960年代、言っとくけど60年代って私も生まれてないからね。言っとくけど、これでもこの中で知ってるのある？はい、あれじゃ、オフィスレディ、 OL、 OL、 まあ今でも使われてる。あと、うん、シェー、あーシェーって、え、なんかシェーみたいな。あれだからあまりできないけれども、こうじゃなかったっけ、こうシーって、シーあ、わかった、これ S だから、シェー、 S、 シェーの S だから、なんかキャラの S みたいなこと、キャラがなんか漫画の、あ、そう、バカボンド、あ、違う赤ボン、バカボン、わかんない、ちょっと、うん、でもなんかここだってみんな20代中盤だからね。言っとくけど、若いスタイルですけど、からちょっとよくわかんないんだけど、まあ漫画のキャラクターがやってたんだよね。はいはいはい、はい、覚えました。で、私ね、60年代の中でこの鍵っ子、鍵っ子ってわかる？鍵っ子って言ったよね。鍵っ子は私たちの世代でも使ってた。鍵っ子、え、どういう風に使うんですか？あのさ、あの、要はお母さんお父さんが働いてて、はい、学校から家に帰っても誰もいないと、はい、で自分で鍵を開けなきゃいけないって、そういう時に首から鍵を紐でぶら下げて、ここにぶら下げてる子を鍵っ子って言ったの、はいはいはい、すごい。それでもみんなの憧れじゃなかったですか？なんか私たちの時は、あの、こう鍵を自分で一つ持ってたりとかする子って、かっこいいみたいな。そうなんだ。すごい、家の管理をちゃんと任されてるみたいな、うん、いや、なんかイメージでしたけど、私もなんか、要はだって共働きで、うんうん、お家に誰もいないんだって思われるじゃない。だから恥ずかしくて隠してたけどな、私たちの時はみんな。いいじゃないですか、そんなの。うん、なるほど。まあいろいろ。あとは、まあ、70年代はぶっちゃけ私もあんまり、あ、普通の女の子に戻りたい！あ、これマイク置くやつっすよね。そうそう。シュッて。シュッて。普通の女の子に戻りたいって。言って。普通の女の子に戻りますってやつですよね。キャンディーズ、これも知ってるぞ。キャンディーズね。あと、あんたあの子の何なのさも分かりますよ。これ私いまいちよく分かんない。これ歌は分かるよ。はいはい、歌は分かる。その後にあんたあの子の何なのさって、デレーって言って、またデレーじゃない、デレーじゃないよね。デレーじゃない、そこは何だっけ。あれ違う、そこ違うよね。違う、そこはちょっと違うけど、まあいいや、はいはい、あ、80年代は割と、まあ、ブリッコ、聖子ちゃんカット、うんうんうん、うちのおかんは聖子ちゃんカットにしてましたよ。うん、もみじまんじゅう、これなんすかね、よくわかんない。あられちゃんが、あ、うちゃんとかだ、はいはいはい、はい、あ、なるほど。おシンドローム、どういうこと、わかんない、わかんない、わかんない。教官、あ、わかんない。スチュワーデス物語、
ドラマだね。ガキツカとかでやってたやつ。ああそう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 そあうん、おばさんシューダーのことをべちゃくちゃ喋るようなおばさんの噂話してるようなバタリアンって。なるほど。そして、はい、90年代ここも、はい、ここはもう私18番ですから、怖い、アシーくんメッシーくんミツグくんとかあったね。ほん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 、これ分かる？アシーくんは、うん、足だ車の、そう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 、メッシーくんはこのあれで系列で考えていいんですか？そうそう、ご飯を作ってくれる人、うん、作ってくれる人作るだけめっちゃ主婦だよね彼ね、すごい家庭的な男の子だよね。三つ子は三つ子、そうそうそう、耳ついてくれる人。あらすごいな。小ギャルとか、小ギャル、小ギャルは分かるよね。あ、分かります、分かります。でジベタリアン、これもね、これジベタリアンで合ってるんですか？ジベタリアンで合ってる。これはあの道路とかにこうやって座って、うん、で、あ、ジベタだから。そう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 。うわおわお。ジベタリアンね。あとまずいもう一杯とか、これわかる？わかんない。これ最近まだやってる青汁の CM で、うん、なんで、うん、まずいもう一杯っていうの知らない？やだ。私はあんまりテレビ見ないからかも。そっか。あとこれほら、はい、これ知ってます。これからの、え、あ、これからの、うんうん、あのこの人が出てたよっていう、これ私、これ、え、これあれですよね、やってあの金八先生のあのキキキーボーン、僕は死にましぃよくできました。そして知ってる、同情するなら金をくれ、知ってる、これは知ってる、足立ち、そう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 、足立さん、ゆみちゃんね、足立ゆみが家なき子、はい、ね、これすごい、あ、出たー。そしてアメラ&シノラ、シノラ、シノラは、え、ぐーよくできました、よく覚えてますね。そしてチョベリバー、チョベリグー、あ、これ知ってますよ、私割と今でも活用してますもん。え、チョベリバー、チョベリグー使っていったらいいと思うよ。ルーズソックス、芸能人は歯が命、懐かしい、これ CM、うんうんうん、CM やってたよね、うん、なんか懐かしい CM みたいなので見たことある。あ、これわかる、これわかる、あれ、あれ、え、なんでしたっけ、あのウドちゃんがやってるやつ。違います。え、違う、え、パイレーツって知らない？わかんない。ウドちゃんがキャインキャインです。違う違う、そうじゃない、え、だっちゅーの、違う、それキャイン、キャイン、違うよ、いろいろありますな、面白いな、廃れてくな。そうね、勉強になりました。はい、というわけで以上クロスジェネレーションのコーナーでした。レディオクロス、探せば見える見えないもの。劇中で小級ステラが追い求めている探せば見える見えないもの、うん、このコーナーではそんな探せば見える見えないものを写真に撮ってリスナーの皆さんから送っていただきます、うん、はい、というわけで前回は桜が疲れてます、休ませてあげましょう、それが送られてきて大反響でした。、はい、早速今回も紹介していきたいと思います。はい、こちらがですね、昼寝る、ヒルネルさんからいただきました。ヤギさん、さくらさん、こんばんは。こんばんは。私はコンビニで働いているのですが、目は当店のおでんが残念なことになっていたので写メを送ります。お二人はおでん好きですか、うん、というわけで送っていただいた写真こちらです、どうぞ。かわいい、ちくわだらけ。みんな買ってあげて、ちくわ買ってあげて、ちくわ食べてあげて、ちくわだらけ。やだ。いや、でも各有私もどっちかというとちくわ部の方が好き。ごめん、私もちくわ食えない。ごめん、私練り物苦手なんだ。ごめん、ヒルネル、私たちには何もすることがない。ごめんね、買いに行ってあげられない。はい、じゃあ次のメール、みのりさん。はい、以前埼玉県某所で発見しました。うん、まさかあの有名人がこんな値段だとは。写真はこちら。25万。高いけどリアルな値段。高え。
まるまるちゃんねえ、隠しきれてないよね、全然隠れてないよ、隠れてないし、ちょっとアウトじゃない、アウトだよ、しかも値札キノコだよ本当だ、25万円ってちょっとリアルでやだ ね、 リアルですね、見たくなかったこんなの、あ、よかった、では次、こちらがタツノお年頃さんからいただきました。あぎちゃん、あやねる、こんばんは。こんばんは。親戚の畑で採れた大根が大変面白いことになっていたので投稿しました、うん、突っ込みたいけど突っ込めない部分が一箇所あると思いますが、うん、よかったら見てくださいというわけで送っていただいた写真こちら、はい、なんでどうしたの、歩き出しちゃったの、股からなんか出てる言うなよ、え、あ、ダメ、これ言っちゃダメ、すごい、これは、え、自分親戚の畑で採れた大根、まあ家庭菜園だよね、すげえ、奇跡の産物だ、立派じゃない、すごく立派じゃない、よかった、これ見られて、これね、なんか、うん、今晩のおかずにね、ああのまま丸ごと煮みたいな出てきたら非常に食べづらい、ね、ちょっと縁起は悪いかも、こう二股に分かれるみたいな、そうかな、はい、そうかな、そんなこともなさそう、そんなことないか、大根足、あ、そっか、大根足って意味まんまだ、まんまだね、すごい、いい具合にガニ股だったけどこうなってましたけどね、はい、というわけで、まだまだ皆さん探せば見える、はい、見えないものの写真たくさんお待ちしております。レディオクロス、クロス、そろそろクロストークも終了の時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのふつおた感想、私たちにクロストークしてほしい話題、各コーナー宛ての便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスレディオクロスまで。メールの場合は全て小文字で、クロスアットマーク JOQR.net、 クロスアットマーク JOQR.net、 クロスの綴りは CROSS です。コーナー紹介などは番組ブログをご覧ください。また私たちが毎週宣伝しているドラマ CD クアッドクロスですが、はい、現在超 A&G ショップで第1話が好評発売中ですので、はい、まだ手に入れてないよっていう人はぜひこの機会に注文してみてください。お願いします。というわけで本日の放送いかがでしたでしょうか。何疲れてるんですか。なんかすごく、はい、あの文字を読むのに目を使った、はい、主に打ち合わせもうちょっと目が疲れてきちゃってちょっとなんで打ち合わせで疲れちゃうんですか。打ち合わせでもうなんかこう目を行ったり来たりこうページだからもう疲れちゃった私だってエグザイルに漫画取り上げられたのなね、なんか読んでないで勉強しろみたいな、ね、もう矢作さんと一緒にこうやって、うん、矢作さんとこ行って矢作さんっつって、ね、一緒に読んで勉強しろよ。すいません、もうちゃんとしてはいちゃんとしますね。ちゃんとだってそれでね、はい、落ちて私たちのせいにされても本当マジ縁がちょだからね。縁がちょって何。さあというわけでさくらさん頑張ってください。今日はこの辺でお別れです。お相手はクワッドクロス総局ステラ役の矢作さゆりとカノン差し役の桜えねでした。来週もこの時間にお会いしましょう。バイバイ。